大会竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河田と国の診療所、院長大会竹雄と申します。この放送では、いろいろマスをちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。たまやさ5時半からライブをやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今週はですね、臓器移植月間にちなんで、違う、臓器移植 普及推進月間でしたっけ、ね、ちょっと名称が長くて覚えられないんですけれども、日南で臓器移植のお話題をお伝えしておりますけれども、3日目の今日はですね、えー、厚労省が出しているこの臓器移植の実施状況等に関する報告書っていうやつですね、これを一緒に読み解いていきたいと思います。 えー、ちなみにですね、今日は取り上げるのは、令和5年の6月8日に出たやつなんですけれども、これ実はね、令和6年、今年もね、出てることを見つけたんですけれども、ただ今年のやつはね、なんかすごい2ページか3ページぐらいしかなくって、すごいね、なんかシンプルになっていて、むしろ去年のやつの方はね、結構いろいろなデータが出ていて面白かったんで、えー、ちょっと1年前のデータになりますけれども、去年のやつを取り上げてやっていきたいというふうに思います。はい。で、この資料はですね、僕、全然、 知らなかったんですけれどもあの、公認心理試験でですね、いつだったかな、3年ぐらい前にですね、こなんか割れもんが1個あってですね、その時にねこの資料を、ね、結構読み込んだ記憶があるんですけれども、それ以来ですね、はい、今回見ました、はい。で、まず第1がですね、えー、臓器移植の実施状況ということになっていて、えーまあ、これ、昨日もね取り上げさせていただきましたけれども、移植希望の登録者数っていうのがですね、この令和5年の3月31日現在。 だから去年の3月末ですね、去年の年度末で、えー、全国で1万7000人いらっしゃるっていうような、そんな形になっております。で、中でもですね、まあ、昨日もお話したように、腎臓がですね、やっぱり一番多くて、腎臓が1万3974名、まあ、約1万4000人っていう感じですね、はいっていう感じになっていて、まあ、腎臓はね、本当に賢人食は待機年数だった、あの非常に長いっていうので有名ですね。はい でえー、実際、じゃあどれぐらいの方がね、こう臓器移植されているのかっていうのが、この2移植実施数等っていうことになっていて、えーと、これちょっとね、後ほどグラフが出てくるんですけれども、令和4年度ですね、だから一昨年度に関しては、えー、105名の方があ臓器あ、脳死からの臓器提供が行われたっていうことになっておりますね。はい。っていう感じで、えっ、ー、と、なってます。で えっと、トータルで、えー、926名の脳死臓器移植が行われてるっていうような、そんな形になってるみたいですね。もうすぐ1000名。てか、多分今年1000名超えてるのかなはい。っていう感じになってますね。はい。で、えっ、ー、と、その次に行っていただくと3ですね。えー、臓器提供施設っていうことで、まあ当然ですけど、臓器提供ができる施設って、えー、こういう感じでいろんな要件を満たすところっていうことになっていて、それが、 えっと、現えー、っと、令和5年の3月31日現在ですね、には、えー、284施設っていうことになっているっていうことですね。はい、なんですけれども、実際にですね、この、えっと、おその脳しの方からの臓器の提供の移植ができる施設ですね、いうのはこの4、移植実施施設っていうのに書いてあって、これはね、あのまあ、いろんなところでニュースでも問題になって、 問題というかあの、取り上げられていたりしますけど、やっぱりね、かなり限られますよね。えー、と例えば、心臓移植だったら11施設とかですね、肺移植も11施設とかあ、心肺同時移植に至っては4施設しかできないっていう、まあ、多分ほぼ全部大学病院だと思うんですけども、はい、っていう感じで、まあ、非常に限られた施設でしかあ移植はできないっていうような状況になっていて、まあ、これね、ちょっと実は今日別の論文をご紹介しようかなとも思ってたんですけれども、やっぱりね、臓器移植が、 あできる施設のその移植の先生のご負担っていうのはかなり大きいっていうのが、あその論文とかでも出ていたりしていました。はいで,えー、で、5ですね、早期あっ機関期間の現状っていうことで、えー、昨日もご紹介させていただいた、この日本臓器移植ネットワークですね、を中心にされているのと、おっていうのがありますっていう感じですね。 で,、えー、で第2移植結果っていうことでこれがですね私これちょっとこんなデータあるんだって初めて知りましたけれども、えー、とその令和9年ですね臓器移植法ができてからあこの心臓肺肝臓腎臓膵臓小腸の移植の生存移植された方ですねの生存率と生着率っていうのが見られていて、えー、こんな感じになって おりますっていうので、表が出ていました。で、えっ、ー、と、静着率ですね。静着率に関しては、あの、これ、意外だったんですけど、肺がね、一番悪いんだと思って、肺がね。五年で静着率が73%三っていうことで、一番悪くって、で、その次が、あ水蔵7十。 失礼しました。症状が一番悪いですね。症状が66.6%で一番悪くて、で、その次、肺、はいえー、で、膵臓というふうに続くっていう感じになっていて、で、意外とですね、心臓はね、生着率いいんだと思って、心臓はですね、92.9%っていうことになってます。で、膵臓率も、まあ、心臓が一番高くって92.9%、あ、これ全く同じですね。はい、っていう感じになっていて、これ、なんか意外な結果でしたし、あとはね、これ多分ですけども、 お平成9年からずっとね、こう歴代のやつを生着率、生存率見てると思うんですけど、多分ねまあ最近のものに関しての方が、あ生存率、生着率ともにね、絶対良くなってるはずなんで、これ人、ね、人食でそうなってるんで、あの他の臓器に関してもねそうなってるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これちょっと詳細なデータはここに載ってないんでわかりません。はいで えー、第3ですね、えー、厚生労働省等の取り組みということで、普及、啓発等の推進ということで、まあ、私もね、そのおちょっと一助になればと思って、今週はね、臓器移植をやってるんですけれども、まあいろんなところで、えー、普及、啓発頑張ってますよっていうことで、新聞、広告、テレビ、ラジオ、CM とかですね、あと学校にもおこのパンフレットを配布したりとかしていたりしますっていうふうになってますね。はい で、えー、っと、あと検証のところとかは置いておいて、えー、っと、この、あ、見直しもちょっと飛ばさせていただいて、最後に取り上げたいのがですね、この7ページ目のですね、えー、6ですね、海外渡航移植患者の 緊急実態調査の実施っていうことで、えー、これニュースとかでも取り上げれて、取り上げられていたんで、あの関心ある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、お特に人職に関してですね、海外でやってみたいなのがかなり大きく取り上げられたじゃないですか。で、これがね、緊急調査がされてるみたいなんですよね。あ,あの、これね、あの、昨日、あ、昨日じゃない、あ、明日の、お声の書評で、また本をね、取り上げようというふうに思うんですけれども、 えとやっぱりね腎臓移植に関しては、まあ、先ほど言ったように大機が非常に長いっていうこともあって海外のね移植をされる方ってねこれ学会でもねちょこちょこ話題に出たりするんですけれどもいらっしゃるんですよねでそういう方があどこでどういうふうな移植をされているのかっていうのをね緊急で。 えー、このの調査されたっていうのがあります、まあ、具体的にはね、ちょっとあの非常に多いんで、呼んでいただけたらというふうに思うんですけれども、やっぱりね、あの腎臓、臓器ごとの打ち明けっていうのが書いてあって、まあ、心臓はね、148名で、えー、なんですけれども、腎臓が250名っていうことで、まあ、腎臓はね、一番多くなっていてっていう感じですね。で、とこ先もアメリカ、中国、オーストリア、 ラディやフィリピンとかっていうことになっていて、ただああの、ここに出ていないものも多分あるんだろうなというふうに思いますので、えー、この辺はね、ちょっとまた明日取り上げたいなというふうに思います。で、えー、厚生労働省としては、各国はあ臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきであるというような国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、えー、脳死科での臓器移植やその 臓器提供やその移植がより一層国内において推進されるよう引き続き国民への周,周知啓発や国内の体制強化を進めていくこととしているということで締めくくらえていて、まあ、本当にその通りだなというふうに思いました。はいで,えー、で、ここからがですね、えっと、 参考資料っていうのが8ページ目から書いてあるんですけども、これね、えっと、非常にね、いろいろ面白いデータがあって、まず、丸1のところですね、臓器提供の件数の推移っていうことで、えー、平成10年度から令和4年度まで書いてあるんですけれども、これね、あのまあ、見ていただいたらもう一目瞭然なんですけれども、昔はですね、この心停止化の移植がほとんどもう9割以上を占めてたんですけれども、平成23年、24年ぐらいかな、を契機に、あの脳死の方が、 増えていって、えー、令和4年度はですね、もうほぼ8割以上ぐらいがね脳死かの移植になっているっていう、ここがね移り変わってきているんだっていうのをちょっと僕もねこのデータを見て初めて知りました。で、あとはですね、あ,あとは移植の実施数ですね、えっと、丸3のところかな、あ臓器提供 者数および移植実施数っていうのが書いてあって、えー、これが臓器別に書いてあるんですけれども、まあ、徐々に増えてきてはいるという、そんな現状ですね。えー、少しずつどの臓器に関しても右肩上がりになっているっていうような、そんな現状になっているかなと思います。あでも、膵臓はちょっとだけなんか横ばいな感じですかね。眼球もそうですね。はい。っていう感じで、ただ、丸、え、四、ー、ですね、えー、臓器提供体制を整えている施設っていうのは、もうほぼ頭落ちっていう感じになっていて、 4 3 40ぐらいっていう、そんな感じですね、なっていて、あとは最後ちょっと取り上げたかったのは、この丸子のところですね、臓器提供の意思表示の現状っていうことで、平成29年と令和3年とで比較されてるんですけれども。 えーと意思表示をしているという方がですね、えー、平成29年は12.7%いらっしゃったんですけれども令和3年だとですね10.2%ということでこれ減ってるんですよね、2%、今日2.5%かな減っているっていうのでちょっとねこれはああのび,びっくりしましたっていうか、はい、ちょっともう少し啓発していかないといけないんじゃないかなというふうに改めて思った次第です。はい ということで、まあ、僕はね、ちょっといろいろ読み応えがある資料なんで、ぜひご覧いただけたらなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい。それでは、最後、シンシンじゃんけんに行きたいと思います。いきますよ。シンシンじゃんけんじゃんけん。ぐ。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内海の竹でした。興味津々。シンシン